掃除のものは、江戸幕府における職名の一つ。ご掃除のものとも書かれる。掃除のものには、吹き上げ掃除のもの、花御殿掃除のもの、桜田御用屋敷掃除のもの、紅葉山掃除のものなどもおり、それらもこのページで扱う。江戸城内の御殿の清掃を主な任務とした役職である。他に、走り遣いや物資の運搬にも従事した。目付の支配で、 ご中間、おこびと、おかごのもの、黒くわのものと共にご役と呼ばれる職である。役高は十票一人ぶち。不代席で白衣ずとめであった。定員は時代によって変わったが、約180人前後で時代によっては200人以上だった、こともある。これを三つの組に分け、組ごとに組頭を置き、これを三人の掃除の者頭が統括していた。世襲制だが、 病気などで勤務できない者は、小不振に編入されて目付支配無役とされた。病気が回復し、職務に支障がなくなれば、がんして再び元の職に就いた。掃除の物頭は、おまみ以下の不代席で、役高百票の持ち高勤め。慶応3年11月から近近20両が支給されるようになった。目付支配で、ご役の頭の一つ。 商家の真ずめの紙下役。当初は、小人目付けだった者がこの職に就いたが、後に目付支配の役世話役、学問書上版、表情版、表日の版から分任されるようになった。掃除の者頭についた者は、後に、感情や火の番組等、御天番などに昇進した。掃除の者組頭は、掃除の者の,の中で均衡のあった者が就任した。 不代席で30票4人ぶを支給。定員数はなかった。吹上御殿、浜御殿、桜田御用屋敷、紅葉山、千駄ヶ谷炎章像にも掃除のものは廃され、それぞれ放禄や身分は異なっていた。幕府が開かれた当初から設置されていた職。漢文4年12月に掃除の者50人が新規抱えとなり、計120人となる。 教法16年5月に183人に増員。法歴10年部屋済みである次男、三男の者から8人が掃除の者に加えられる。文化11年7月、10年以上勤務した、抱え席の者は、不代席とされた。吹上奉行の配下で、吹上お庭を掃除する役職。若年寄支配でおまみ以下、持ち高金で、抱え席。組頭は、 薬物として三人淵、薬金の格で銀一枚を支給された。定員四十七名で、その中から、組頭が選ばれた。浜御殿奉行の配下で、浜御殿の清掃をする役職。若年寄支配でおまみ以下、持ち高金で抱え席。十三秒の持ち高の他に一人ぶと、手当金三分が支給された。 大手五門と中の五門の間にある長屋を、配慮された。定員は19名で、その中に、吹き上げ物かき役が一人含まれていた。吹き上げ物かき役は、金金三両、仮か,かえりは三両二人ぶちであった。江戸城内にある、桜田御用屋敷の清掃を行う役職。目付支配で掃除の物頭の配下。 おまみ以下で10票1人縁、不大巡席で、定員は3名。徳川家康の病である、東将軍や、歴代将軍の霊病のある紅葉山の清掃を、受け持つ役職。聖徳4年5月12日に設置。13票1人縁で、抱え席の御家人が就任。掃除の物頭の支配を受ける。当初は、定員10名だったが、後に70名に増員。 二十名が、紅葉山お宮に、五十名が、各将軍の病所に配属された。お宮付の者には、金二分、病所の清掃を検体する者には、金一両が別途に支給された。組頭は在任者の中から選ばれ、七十名の、紅葉山掃除の者を統括した。組頭は若年寄り支配で、三十票二人ぶち、おまみかで、抱え席であった。 江戸時代初期には、紅葉山掃除頭とも呼ばれていた。ABCDEFGHI 理長より、ABCDEFG 天保年間省役体外需により、掃除の物頭は、慶長年間に、すでに設置されていたという記録がある。東部武漢より、ありがとうございます。